はい、今回はですね、このね、最近ラインナップに加わったスイッチオンラインの拡張版で任天堂64とかね、メガドライブが追加されましたけど、まあ大体やったことあるんですよね。まあメガドライブは新鮮なんですけど、64ははっきり言って全部やっちゃいました。まあそれだとちょっとあまりにも悲しいので、海外のね、64をちょっとね、探索してきましたよ。なんとアイコンがね、日本版と同じで区別がつかないなと思って困っちゃってるんですけど、ジェネシスとメガドライブはね、見た目でわかるのでね、すぐに判別つくんですが、64はわかんないなと思いまして、なんか違いがあるか探したんですが、よく見たら上に流れているタイトルがですね、微妙に違う。ハイフンが入ってるんですよ、片方。で、こちらはね、ハイフンがない。64の後にハイフンがある、なしという違いが出てきました。ちなみにハイフンありが海外版になりますね。ハイフンありが海外です。懸命に探しましたよ、違いをね。国内版はハイフンがないんですよ。まあそんな違いがありました。ということで、再びね、元の映像に戻ります。今ちょっとね、Nintendo 64。こちらは海外版かな？はい、出てきました。なんとね、海外の方が1本多いんですよ。何が多いのかなと思ったら、こいつです。ドクターマリオ。日本未発売ですよね。こういったものをね、個人的にはラインナップに上げてほしいなと思うんですよ。なんかポケモンのパネポンみたいなのもあったと思うんですけどね。未だ見ぬこう、名作なんかも海外だけで出てるものもありますんでね。ぜひね、日本国内版に出してほしいなと。もうマリオとかゼルダとか、もう何回もやってますんでね。これから64の新規ユーザーってどのくらい生まれるかって言ったら、まあ、数パーセントぐらいなんじゃないかなと体感的には思ってるんですけど、その辺はどうなんでしょうかね。いや、ほら、ドクターマリオ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。綺麗だわ。高解像度。この人は、なんだろう、デモか今。デモ画面ですね。自分何も操作してませんので。まあ、せっかくなんでちょっとプレイしてみましょうか。タイトル画面もね、自分ちょっと初めて見たかな。ドクターマリオ64って持ってないと思うんですよね。なので、ちょっと海外だけ出てて羨ましいということでね、ちょっと海外版スイッチオンラインをダウンロードしてきましたけど、ちょっとどうしようかな。クラシック。ゲスト。ちょっと待って、レベル10でやっちゃったよ。レベル10って早いんじゃなかったか。結構早い。結構早いぞ、これ。待て。おっと、おやばいな。いつもレベル10まで多分来ない。さらに最近ね、脳みそ腐ってますんで。左。いいぞ。あった。引っかかっちゃった。やっぱ早いな。瞬時に頭、入んなかった。とりあえず消えたか。よし。黄色。あそこ消したい。入んない。やばい。これはピンチ。ピンチ。消したい。マリオずっこけた。結構ね、隣でドクターマリオがいろんなアニメーションしてて楽しいですね。ちょっとやっぱレベル10ダメだわ。レベル10ダメ。でもね、楽しい。こういったね、今までやったことないやつをね、出してくれるって嬉しいなと思います。こっち日本版ですね。日本版はね、ドクターマリオを除く、基本的に海外と同じものがラインナップされていたと思います。ほら、同じなんですよ。ドクターマリオ64だけがね、海外限定で入ってるのか。まあ今後ね、どんどんラインナップに違いが出てくるんじゃないかなということでね。まあ余裕があれば海外版のね、この64とか、ジェネシスをダウンロードしておくといいのかなと思います。再びちょっとね、海外版なんですが、海外版ね、さらにですね、この一番左にあるバーの中に、どこだっけな。
設定があると思うんですけど、ここセッティング、なんとね Both NA and EU バージョンって書いてありますんで、なんとノースアメリカと EU バージョンを同時に表示することができます。なんとヨーロッパバージョンもね入ってるんですよ。ほら、まあ内容は同じなんでどっちでもいいんですけど、特にねヨーロッパバージョンに新作が入ってるわけではないですね。共通です。罪と罰なんて漢字のままだね。ドクターマリオも特にヨーロッパ版がないですね。 EU 版がない。まあこの辺はちょっとね、今後どんな差が出てくるか気になるポイントですね。お次はジェネシスに行ってみたいと思います。ジェネシス、ここにありますね。ラブパトリーナは気にしないでください。ジェネシス行きますよ。ジェネシスラインナップ違うのかな。そもそもねあんまり詳しくないんで違いが分かんないんですよね。確かぷよぷよがないんですよね、海外って。この辺がコントラで、キャッスルバニアと、これなんだろうな、ドクターロボティンク、ドルフィンってあれか、エコーザドルフィン、ゴールデンアックス、シャイニングフォース、あ、こいつ知らないな、これ知らない、海外だけかな。ファンタシースター、これ武者、あ、武者アレスタか、武者武者になってましたけど、あとは同じなのかな、詳しくないからちょっとわかんないんですけど、ぷよぷよの代わりにあのさっきの星のやつがいるような気がする。スタフィー、伝説のスタフィーみたいなあれは任天堂のフランチャイズだったか。お、白黒だぞ。あ、違う、カラーでしたよ。そりゃそうだ。ちょっとデモが、なんだこれは。先ほどのスタフィーみたいなキャラが全然出てこない。こいつは悪者かな？こいつを倒せと言ったところでしょうか。なんかこう、ダークな世界だな。何これ。なんかちょっとこう、アメリカンなテイストですね。全然スタッフいないね。あれ、ぷよぷよが飛んでた今。違うかな。あ、これが星かな。これが星か。どっか行っちゃったしな。こっから始まる？今のムービーか。あれ、なんか丸いね。丸くないよ。ちゃんと星の形になってる。こっからスタートかな。まあなんかいかにも海外といった感じでしょうかね。ラウンド1、なんかこの辺の雰囲気がソニックっぽいような気もするな。来た。お、なんだなんだ、なんかアクションがすごい。登れないな。この指かな、指だ。あ、結構小気味いいアクションですね。あー、おっと、あー、はー、面白い、こんなものがあったと。ガイガイいいじゃないか。あー、なんだなんだこれ、敵か。あ、これなんだ、ぶら下がんだ。おー、すごいね運転、筋肉あるな、細いのに。あ、わあ、これすごい。あ、はいはいはい、こうやってね、落ちちゃったなよいしょ、こうやって登ってくのか。ちょっと届かなくない、これなんだ。あ、指でもダメなんだ。あ、上か、上だ、上。はいはい、あった、上上、よし、これで運転でこのトゲを避けると。ああ、なるほど、これどうすんだ、あっちに行けないぞ。上か、はいはいはい、上の、これどうしようかな、上行っちゃう。穴も入れたけどな、気になるけど。これ結構面白いじゃないこれ。あ、
取れないのか。ん？よし、お、これ何何何、これなんだ。あ、捕まれる。すごい。ああ、これ多分向こうにジャンプすんだ。あら。咳込んでしもうと。こうやって振り子にして、振り子、あ、くそ。登れないのね。やっぱこれをうまく、いきなり初回から難しいな。で、ブルン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 と、ちょっと近いかな。ぶつかるか。もうちょっと離れた方がいい。ちょっと距離ありすぎるか。逆向いてるしな。惜しい。適当なやつを掴まないといけないな。こいつか。さあ、登れるか。いけるか。あ、結構近づいててるね。次だ。それい。お、いった。あ、トゲトゲ。あ、トゲトゲどうすんだろう。これ触ったらダメだったよな。ほら。え、上から行けないよな。あ、あれに捕まるのかな。あ、木に捕まればよかったが死んでもうた。あ、結構おもろいぞ、これは。小気味いいアクションだと思いますよ。いやー、いいな。まあ、こんな感じでね、海外アカウントを作ればですね、ジェネシスとか、海外版ね、64もプレイすることができますよ。やっぱね、海外のやつじゃないとプレイできないソフトが今後増えてきそうな気がします。ちなみにスーパーファミコンもね、SNES バージョンで、日本では未配信のものがですね、配信されてますんで、まあそういった意味ではね、ちょっと裏技的なんですが、海外版のやつもね、ダウンロードして、まあなんとね、日本のスイッチオンラインの加入券で、そのままプレイできます。これね、オンライン加入者限定なんですが、日本のやつに加入してればなんとプレイできちゃいますんでね、まあどうしても気になるタイトルがある方はダウンロードしてみてはどうでしょうか。ではまた。